クロービス一世はメロビング朝フランク王国の初代国王である。日本では大半の書籍でクロービス一世の表記が用いられる。クロービスは一夫多再生の生活を送っていたが、妻の一人であった王妃、クロティルドの影響でキリスト教アタナシウス派に改宗して、これを保護したのでガリアでの布教活動に大きな貢献があった。 サリー・フランク族の王・キルデリク一世を父、その妻、バシナを母として、トゥルネーで生まれた。当時は、現代のフランス・ベルギー国境付近のトゥルネー、カンブレーを中心とする、ライン川定期西部を占めていたに過ぎなかった。クロービスは481年頃に、父の地位を継承した。486年までの5年間については何も、分かっていない。年には、 ガディア北部を支配していたソワソン管区のシアグリウスをソワソンの戦いで破り、半島一挙にロワール川北部に拡大、ローマ属州ベルギカセクンダを支配下に収めた。さらにクロービスは妹のアウドフレドを東ゴート王国のテオドリックに嫁がせて同盟を固め、493年にはブルグント王国の王女クロティルドとソワソンで結婚した。 496年から497年にかけてトルビアックの戦いでアラマン二人に勝利した後王妃クロティルドの勧めでカトリックに改宗した。ニカヤ派キリスト教徒たるクロービスは受選によりカトリック信仰に依拠する権力保持者の一人となった。この改宗はゲルマン民族賞の中で初めて行われたカトリックへの改宗であった。一方、 西ゴート族やバンダル族はすでにキリスト教に改修していたが、その宗派はアリウス派であった。当時のガリア住民は大部分カトリックであったため、クロービスのカトリック改修はガリア領内のローマ市民との絆を強化するものであった。496年から502年までの間に改修する宣令を行った。資料では場所が明らかになっていないが、 ランスのヒンクマル大司教が9世紀に強く、ランスだったとする解釈を強調して、それで、ランスが後に、フランス王様たちの性別儀式を祝うところとなった。500年には、ディジョンで、ブルグンと王国と戦い、507年には、アルモリカ人の支援を得て、VA の戦いで、西強盗をアラリック2世を破った。この勝利で勢いをつけたクロービスはそのまま、西郷と王国の首都、 トゥールーズまで進軍し、アキテーヌの大部分を獲得した。フランク王国の領土は、北海からピレネーサン役まで大きく拡張され、南フランスを支配していた西ゴート王国は、イベリア半島に押し込められた。この遠征の後の508年、クロービスには、東ローマ皇帝アナスタシウス一世から、アウグストゥスの称号が贈られ、西ローマ帝国の執政官に就任した。 その儀式の日、クロービスは、トゥール郊外にある聖マルティヌス教会堂で、皇帝から送られたシーをまとい、皇帝から送られた冠をいただいた。教会堂を出たクロービスは馬にまたがり、前帝の門から市の中央教会へと続く道を、住民のコンスルバンザイ、アウグストバスザイという観光に迎えられながら、行進した。そして、この日から彼は、コンスル、または、 アウグストゥスと称されるようになった。この全くローマ的な儀式により武力で獲得したガリア支配がローマ帝国の最高官職という当時のヨーロッパ最高の権威によって承認された。この承認はクロービスの死後彼のこと皇帝エスティニアヌスとの条約という形でより正式に宣言されることになる。これらの出来事は西ローマ帝国が ゲルマン人の統治下にあっても依然として、法制上でも当時の人々の意識においても存続していたことを示している。もっとも、クロービスに与えられた栄誉は皇帝と養子縁組を行い、ローマ帝国からカエサルの称号が与えられていた東豪都族の王、テオドリックと比べれば、ごくわずかなものでもあった。508年、セーヌ川左岸に、セペテロとパウロに捧げた。 修道院を築いた。その遺構は今もパンテオン近くにクロービス島として残る。クロービスは晩年フランク人の将王を次々に関係にかけそのほとんどすべてを抹殺した。それによりメロビィング長は他の家系から脅かされることなく300年近い名脈を保ったと言われている。クロービスは511年11月27日に 死去し、パリの北方4キロほどの町、サンドニにあるサンドニ大聖堂に埋葬された。その医療は、フランク人特有の財産均等分割相続の習慣に従い、4人の息子テイウデリク、クロドメール、キルデベルト、クロタールに分割された。フランス人の伝統によれば、パリに都したクロービス一世は、フランス王国の基礎を築いた最初のフランス王であった。 クロービスの生涯は、トゥール司教グレゴリウスが詳細な年代記を残している。名前未詳の女性との間に、長男を設けた。王妃クロティルドとの間には4男一女が生まれたが、一男は創生した。ありがとうございます。